この霧、もしかして例の海域に踏み込んだってことかしら。そうだ、まさにこの海域はフロリアントライアングル。何もかも謎に消える怪奇の海だ。ちっ、お化け出るんだここの海。ギャー、やだー、悪霊退散グッズで身を固めねば。ちっ、よっほほほほ、よっほほほ、よっほほほほ、ほほほいのほい、ちっ、よっほほほほ、よっほほほほ、よっほほほほ、出たー、ちっ、よっほほほほ。ごきげんよう、よほほほほほほ。何十年ぶりでしょうか、人とまともにお会いするのは。ちっ、見ろ、喋ってる、骸骨がアフロで喋ってる。おやおや、そちら実に麗しきお嬢さん、ビューリフォー。パンツ見せてもらってもよろしいですか。見せるか。ちっ、おい、お前は一体何者なのか、なぜここにいるのか、この海ではどんなことが起きるのか、全部答えろ。こんなことより、お前俺の仲間になれ。え、いいですよ。おーい、死んで骨だけ、ブルックです、どうぞよろしく。新たな船サウザンドサニー号と船大工サイボーグフランキーを仲間に加えた麦わらの一味は、ウォーターセブンを出航後、霧の立ち込める不気味な海域フロリアントライアングルに突入した。そこに現れたのは動く骸骨ブルック。彼はヨミヨミの実を食べたために一度死んだがよみがえり、何十年もの間この海域をさまよっているのだという。ブルックを気に入ったルフィは即座に仲間に誘い、ブルックもそれを喜ぶが、彼には仲間に入れない事情があった。かつて何者かに影を奪われ、太陽の下では生きられない体になってしまったというのだ。やがて一味の目の前に謎の島スリラーバークが現れると、ブルックは一味と別れて島に入ってしまう。冒険の匂いを嗅ぎつけたルフィは仲間と共にスリラークに入るが、そこでゾンビに襲われ、ルフィたちもまた影を奪われてしまう。影を奪いゾンビを操る者の正体は桜花七部会の一人、月光モリアだった。再びブルックと出会ったルフィたちは、奪われた影を取り戻すため力を合わせて月光モリアに戦いを挑むのだった。Come on!
ヤハズキャノン、ヤスラを倒せ。うるさい、怖い、怖い。俺の仲間を見なかったか。海賊なら森の奥で見ましたぜ。ここを開けますから勘弁してください。迷いの森なんて私怖くて死んじゃいそうです。あ、私もう死んでましたよ。俺たちはスリラーバーク被害者の会、みんなモリアのやつに影を取られたんだ。だから私と同じような海賊がこんなにもこの島に、ちょっと面食らってしまいますね。骸骨だから私面なんてないんですけども。よほほほほほ、スカルジョーク。骸骨野郎、ふざけんじゃ。やめなさい、すでに死んでいる。同じ被害者と、私たちの敵は同じ。ここは協力し、腹をくくってモリアに立ち向かいましょう。骸骨だからくくる腹ないんですけど。よほほほほ、いい加減しばくぞってめ。もう、しばいてないよ。よっと、あっ、うらっ、
かわいいやつが一匹いるみてえだな。ゾンビたち、あれを私んとこに連れてこい。ってのが無理だな。森は抜けられねえぞ。私の邪魔をするならどうなっても知らねえ。てめえにこのゴーストの恐ろしさ味合わせてやる。もし生まれ変われるのなら俺は怪異になりたい。最低だ、死のう。おいルビー、何を落ち込んでんだよ。やられたのか。私は霊体を自在に生み出すホロホロの実の霊体人間。私の分身のゴーストたちは人の心をうつろにする。ほら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 、てめえもここまでだ。ネガティブホロン。俺の名はキャプテンウソップ。なぜだ、なぜ聞かねえ。ゴーストは当たったぞ。一体どんな手を使って。どんな手も何も、俺は元からネガティブだ。一言だけ言っとくぞ。いいことあるって。
早くモリアの城に向かうぞ。周りのゾンビどもを倒せ。ルフィの動きとは恐れ入る。何か弱点はあるはずだ。でけえ魚は少しずつ弱らせるってのが定石だが。超怖い。かかってこい、麦わらの一味。あのでっけえのをぶっ飛ばすぞ。進めねえな。おめえら、橋の材料を集めてこられるか。任せろ、すぐに調達させるぜ。いつら守って持ってこさせろ。
足を壊されちまうぞ。海賊がいる気がするぞ。材料がありゃ十分だ。時ができた。もうちょい待てよ。この装飾が不満だ。こいつがやな。当たりすぎて怖いんだよ。相手は麦わらの一味だな。って
てめえは王家七部隊の一人、暴君バーサラミュックマ。モリアの部下か。モリア様、いや結構モリアとはもう関係ねえ。私は今この島から逃げ出すところで。旅行するならどこに行きたい？そんなこと聞いて一体どう？でもやっぱりバカンスなら。暗くて湿ってて怨念渦巻く古城のほとりで過ごしたい。今のあの子は消えた？泥棒猫だな。麦わらの仲間モンキー・ディ・ルフィもここにいるのか。ルフィに何の用があるってのよ。あんた目的は何？本当に七部会？何をしようと俺の自由。名前はルフィなの？こいつやばい。ここで止めなきゃ。まだ手は出したくないのかな。殲滅する。行くぞ。まずはモリアに会わねばな。月光モリア、ここにいたか。暴君クマ、さっさと用件を言え。ここへわざわざ何しに来た？報告事項がある。オーカ七部会クロコダイル公認の後、その後釜が決まった。後継者の名はマーシャル・ディ・ティーチ、通称黒ひげという男だ。元々の懸賞金はゼロ。なるほど、未知数か。よく政府が認めたもんだ。まあ穴埋め作業が済んでよかったじゃねえか。キーシ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 ー。それと政府には今気がかりが一つある。麦わらの一味だ。政府が何を心配しているかわかるか。奴らのログをたどるとここに来る可能性が高い。また一人七部会が麦わらの手で落とされやしないかと危惧している。ふざけんじゃねえ。俺の心配だと？雑魚海賊抑制のためこの座についてやっている俺に向かって。必要なら俺が貴様に加勢しても構わない。誰に口聞いてやがんだてめえ。あんな少数の経験も浅い海賊団に俺が負けるかもしれねえと。よく見ていけ。そして報告しろ。麦わらの一味はいとも簡単に月光モリアにやられたとな。ではしばらく様子見ていこう。安心しろ、邪魔はしない。